だよ。リアルサウンドミュージックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は超特急です。2号車高いです。3号車亮です。5号車高いです。5号車です。7号車たかしやで、さあ今回のテーマはクレッシェンドの歌詞にかけて、最近メンバーにありがとうと思ったことということで、それについていきましょうか。はい、これ誰か一人で、みんなにおなっちゃうんですよ。今回のクレッシェンドのこの私服風衣装、僕がこうプロデュースしていただいてるんですけども、思った以上にかっこよく着てくれてありがとう。これはもうガチガチです。僕からは、高橋さん、おい、はい、エレベーターを降りる時に先に降りてからこうドアドアドアマネージャーさんがやることみたいなのをやっやってくれた。大体僕が苦手なものを全部食べてるんです。毎回苦手なものはスポーツだって。そう、苦手なのは梅干しとかね。そうそう、ああ確かに、すごい救われてます。いや少しは増えよ、この年ではもう好きだ。俺は嫌ねんけど。本当だよ。もう聴いてるだけですごい笑顔になっちゃう。そんなが素敵な楽曲になっています。そしてはい、そして TBS ドラマの理想の彼氏の主題歌となっておりますので、ドラマも合わせて楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたし申し上げます。申し上げます。ありがとう。そしてそして、あ、ライブやってるんでぜひ合わせてみてください。イエイ。お待ちしております。ということで以上、おせちは超特急でした。